私は佐藤です。今日はまた再現レシピをやろうかなと思いまして、まあ、前回はカリオストロの白パスタだったんですけど、今日はですねめちゃめちゃ簡単で多分誰でもできるしすごいやりやすいので、もしかしたらやったことある人いっぱいいるんじゃないかなっていうやつをやります。今日の再現レシピはポニョのラーメンです。あの崖の上のポニョに出てくるラーメンなんですけど、あのソウスケのお母さんのリサがポニョとソウスケのためにラーメンを作ってくれるシーンがあって、そこで出てくるラーメンを作ってみようかなと。はい、まずねきっちり再現しようと思ったらですね、量を一人前で作っていかないといけないので、まず一人前でやって、それからちょっとねデカ盛りアレンジをしようかなと。さてさてどんなラーメンになるのでしょうか、見てね。はい、できました。いつもと比べるとちっちゃい、まあ、まずはこのねがっつり再現の方からいきたいなと、早速食べようかなと思います。それでは早速いただきます。まあね、この卵の感じとかがねやっぱ特徴かなって、こう縦に割るんじゃなくて真横に切ってまん丸にする感じと、あとなんかネギの青いとこだけとかね、ハムはねもうちょっと厚切りのがあればよかったなと思ったんですけど、食べよう。チキンラーメンです、チキンラーメン美味しい。ハムとチキンラーメン美味しいですね。ちょっとあの浮いてる油を表現したくてごま油かけてみたんですけど、あんまり効果がなかったな絵的にあんま変わらなかったですね。はい、完食しました。久しぶりのチキンラーメンが美味しかったかわいい量ですよこんなのそれでは今度はポニョラーメンロシアンバージョンを作ってみたいと思います。もう一回クック。じゃんじゃーん、デカ盛りバーンできました。いやちょっとなんかねハムのバランスとかを間違えて3枚だったり1枚だったりみたいなのとかね、卵が変な風に並んでたりとかね、こうざっくりリサはざっくりのイメージ。それでは再びのいただきます。5倍あります。チキンラーメンは喉越し色ついてる。
テロンテロンになっちゃってますね、麺が。ポニョのラーメン最後麺が短くなってるからすくいにくい。最後残る麺がね短くてちょっとレンゲじゃないと食べにくいですね。よいしょ。うん、はい、麺完食しました。はい、スープを残しておりますので、いつも通りですね、追い飯をやりたいと思います。できました、締めご飯。このトロントロンのね卵がいい色ですね。ハムと卵の色合いってなんかこう子供が喜びそうな鮮やかな色でね、いいですよね、かわいい。3回目のいただきます。うんうん、最高。この卵はね、塩をちょっと入れただけ、なくてもいいかもしれないですね。スープが結構味が強いから美味しい。うん、オムライスっぽくなってますね。このハムはねちょっと焼いてあります。うん、もうすぐおしまいです。はい、完食です。ごちそうさまでした。はい、ポニョの再現ラーメンいかがでしたでしょうか。チビのやつここにあるけど、これくらいですよ。僕があの一人前のやつですね、はい。このチビのやつはソウスケのラーメンということで、麺を砕かないバージョンですね、はい。やってみたんですけど、で麺を砕かない方がね食べやすいですね、最後まで。あの短い、砕いちゃうと短い麺がねいっぱいできちゃって、最後スプーンがないとすごい穴あきレンゲが欲しいなみたいな感じになりましたね。で満を持してですね、デカ盛りの方はポニョのラーメンをやってみたんですけど、麺をね砕いて具材を上に乗っけるスタイル、なんかすごいシンプルな具材で、本当に昔ながらのねチキンラーメンでやるっていう感じなので、すごい素朴なおやつって感じですね。私にとってはなんかご飯というよりおやつみたいな感じでチキンラーメンは食べてるので、なんだろう、なんか今日の動画はおやつの感覚でした。最後ね締めにご飯食べたので、なんとなくご飯食べたかなっていう気分になったんですけど、チキンラーメンだけで終わるとね気分的におやつな気持ちでこう終わっちゃうので、あれご飯食べなきゃみたいな感じになります。はい、子供の頃とかちょっと面倒くさかったらチキンラーメンをそのままちょっとかじってましたもんね。ポリ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 いるんじゃないですか、チキンラーメンポリポリ派の人いたら一緒ですね、私と。はい、ということでですね、今回も再現レシピやってみたんですけれども、まだまだねやりたい再現レシピたくさんあるので、
これからもどんどん漫画虫のシリーズもやりたいなと考えてますので、ぜひぜひまた私の再現レシピ見たいなと思われた方はですね、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。今回は崖の上のポニョの、リサが作ってくれたラーメン、ソウスケのラーメン忠実再現バージョンとポニョのラーメン5倍デカ盛りバージョンでお送りしました。ポニョのラーメンの締めはオムライス風締めご飯でした。全部美味しかったです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。